そちらです。せいやです。うっ。ノー編集チャレンジ。ノー編集でお送りします。はい。だからテロップもなくて、カットもなし。お願いします。で、今日やる企画はですね。はい。アキネタクイズ。これやばいよ。これやばいですね。もうほんまにもうシャレならんから、ノー編集やから。答えお題に設定している、まあ、人物なのか、うん、ものなのかを二人で質問していって絞っていって、はい、当てるという。もうだからノー編集なんで、ええ、一発で当てて終わらしてもいいわけでしょ。おお。もういつもはやらんけどすごいとこ見せて自慢して終わるっていう。だからクイズ系の企画って、うん、編集入ってるけど、ほんまはね、普通もっと早い時もあるから。芸人が早く終わらしたらカットの可能性あるから、そうですね、ちょっと今日、本気でやったらこうっていうのやろうかな。じゃあ回答権3回までで。OK。じゃあ、質問から早速いきましょうか。わかりました。今回ごめんなさい、ちなみに誰がお題考えたんですか？僕です。やば。マジやな。じゃあもう、うん、スターウォーズより長い尺に。やっぱり長い。やばいよ。ポケモンのカツラをお題にした男ですからね。もうポケモンのカツラ並みの。カツラ並みの。今回難しいと簡単で言うとどうですか？うん。でも簡単だと思う。おどうかな。OK。よし、じゃあ行きましょうか。やっていくか。じゃあ粗品さんから。それは、実在する人物ですか？うん、出たよ。むついな。むついな。絶対架空やな。それはアニメのキャラクターですか？オッケーオッケーオッケー。それは男性ですか？アニメやな。おお、絞れたね。そいつは、髪の毛がありますか？いきなり来た。髪の毛ない。髪の毛がない？おい、カツラじゃねえか。カツラだろ、また。カツラやな。すいません。あれどうした？ある。あれ？あります。僕の、ちょっと。一回ないって言ったら。ないと思ってた。ちょっとイメージとは、なるほど。反してた。ですけど、実は。どういうことでしょうね。なんやろな、それ。どういうこと？その人は主人公ですか？うん。主人公ではない。その人はジャンプのキャラクターですか？髪の毛がないと思ってたよ、お前。帽子をかぶってますか？帽子。帽子かぶってて、髪の毛あるかないかわからんくて。え？帽子かぶってる。その人は戦いますか？お、結構絞れてるよ、でも。帽子。その人は敵キャラですか？敵で、ジャンプでしかも。ジャンプで帽子かぶってて。敵、ジャンプ帽子敵。髪の毛あるかわからん。ちょ、髪の毛一回忘れよう。むずいわ。帽子かぶってて。その漫画はまだ続いてますか？今絶賛公開中ってこと？まだ続いてる、完結してないってこと？その作品は映画にもなってますか？ジャンプで映画人気やな。だからもうワンピースなると、そうな、ワンピース、ヒーローアカデミア。その漫画粗品さんが読んでない可能性ありますか？読んでなさそう。読んでる。そんなある？あるわ。ジャンプで。粗品読んでる、ジャンプ？まあだからその作品はワンピースですか？ワンピースや。え？やばい。マジで鉄壁のパール。だー。いや、帽子かあれ。帽子やん。帽子なあれ。水晶。いやいや、俺あれ帽子やったら怒るで。帽子という判断。いや、髪の毛あるやん、パール。どういうこと？敵やろ？それは、いや、その髪の毛あるかないかがめっちゃ意味わからねえな。最初ないって言ってたからな。そいつは悪魔の実を持ってますか？
悪魔の実持ってない敵でバロックワークスではない。でもさすがに俺が分かるやつ出すよな。敵で帽子かぶってて悪魔の実持ってない、そいつは剣を使いますか。もうちょっと。はぁ、やばい、行かれる。ドンクリーク。うわっ、わ、俺もそれやと思った。でも帽子かぶってない。あ、帽子かぶってへんな。なんなん帽子かぶってるって。ゾロと戦いましたか、そいつは。あ、そんな感じなの。ちょっと微妙です。微妙。あ、わかった。嘘。じゃあ質問してもう決定する。もういい、終わらして。いいですよ。そいつは回転するような技ありますか。何してんの。僕、よっしゃ。ちゃうよ。お前待って、回転やろ。お前どういう育ち方。回転。お前日本です、ね、回転。日本で育った。あんま日本の文化でこれないっすよ。な、中待て中、はい。何してんの。バギーじゃないやろ。待って、入んなよお前。じゃあ俺が答えていい。じゃあ分かってるから。あいつか、俺技も出てんねん今、一輪車の。はよせー、はよせー。回転。いや、お前に分からんような質問でよかった。危な、もっちょっと避けたい。避けた、危な。俺の潜在意識がお前を分かってた。こう最低な最低なやつっていうの分かってた。俺のグルメ細胞が分からん。バギー。違う。オッケー。誰、ほんまにもう答えへんって約束してたら、もう一個俺か。ああ、ほんまに答え。そいつは、ほんまにいいですよ。そいつは、人間ではない。まだ判断されてない。どうせ人間ではないから。チョッパーじゃなくて。キモこいつ。帽子かぶってるけど。魚人で。チョッパー最終的やった。うわ、行かれた。あ嘘つけー。嘘つけー。最初的なイメージないよ。まあやんちゃやったけど、チョッパー。待てよ、帽子かぶってキモこいつ。でもね、ゾロとあれ微妙って言ってたら、もう魚人のあいつハッちゃんじゃないやろ。あれマッチメイクちゃんとしてるもんな、ゾロとハッチャーかな。誰や、回転する動物わからん。腹立つわ。ミスゴールデンウィーク。ミスゴールデンウィークはもう帽子かぶってるけど髪の毛全然ある。で、男ですから。あ、ほんまにわかる。いきます。はい、アーロン。よっしゃー、気持ちいい。久しぶりに当たったわ。アーロン、シャーン。え、ちょ待って、どこがアーロン。アーロンがでも帽子かぶってんのマジで読んでないと分からん。帽子かぶってましたっけ。アーロンがあの昔とかようかぶってましたね。昔あのキザルがまだ中佐やった頃とか。キザルも帽子かぶってる。アーロンが来たての頃とか。いやー、うわ、あーお前、俺なんかハットのイメージやった。その回転する技ってなんなん。ありますよね、あの回転して必殺技ガーって噛んでくるやつ。名前忘れたけど。そう回転。だから俺よかった、魚人ですかとか言ってた。お前行かれてた。ゾロやろとやってるやろ、がっつり。だからそれが微妙っていう。ゾロこうやってお前後ろの海に飛び込んでたからな。アーロンの目の前波が助けに行くね。確かにアーロンと一緒にやってたね。いやーやられたな。なんだこの傷って言われてました、アーロン。
よっしゃ気持ちいいな。久しぶりに当たったわ。今日簡単やったね。ねえ、ありがとうございます。うん、だから、もう一人おった、魚人空手使う、サンジとやってたやつやったら、黒帯。黒帯やったらめっちゃ難かった。あいつやったらめっちゃ難かった。よし、よし。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。